第24次暴動。第24次西成暴動とは、2008年6月に、大阪府大阪市西成区のアイリン地区で発生した、日雇い労働者による暴動事件。16年ぶり24回目の暴動である。第24次鎌ヶ崎暴動とも言う。2008年6月12日、大阪府大阪市西成区の鶴見橋商店街の、食堂において、 店員と日雇い労働者との間にトラブルが発生した。店員の通報で、その労働者は西成警察署に連行され、二度とこの食堂には近づかない胸の始末書を書かされた。その労働者の主張によれば、その際に警察官から暴行を受け、始末書を書かなければ生活保護を打ち切ると恫喝されたという。一方、西成警察署は暴力は振るっておらず、 対応は適正だったと発表した。2008年6月14日に出動した大阪府警察機動隊2008年6月16日の暴動の様子西成警察署に集まる人々よく6月13日より、鎌ヶ崎地域合同労働組合は警察の対応を批判し、午後5時30分頃から西成署前で抗議活動を始めた。 そして午後8時30分頃から暴徒化の兆しを示し始めたため、機動隊が出動し西成所を警護した。その際に8人を検挙した。そして6月14日から17日まで断続的に暴動が続いた。17日になると、日雇い労働者だけでなく、不良少年も騒ぎに乗じて、西成所に来襲し、一緒に投石したり花火を打ち込む者もいた。 その結果、警察官18人が負傷した。6月18日、鎌ヶ崎地域合同労働組合の委員長、稲垣博士が道路交通法違反で逮捕された。抗議活動の際に、外線車を止め、労働者を多く集結させて、通行を妨害した容疑である。この逮捕をきっかけに、暴動は急速に鎮静化に向かった。ありがとうございます。